い、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日もモンストをプレイしていきたいと思います。で、今回は、早速なんですが、お宝発見、漂う黒い邪気曲ってことでミミックさんに挑戦したいと思います。で、ギミックがワープみたいなので、ちょっとワープで、アンチワープですごい固めましたなんかワープにね、阻まれると結構嫌なので、みんなワープ、アンチワープ持ちで固めました。ちょっとなんか色とりどりですね。どうなんだろう、どうかな、これ。ちょっと行ってみたいと思います、早速ね。ちょっとね、どうなんだろう、これ。まあ曲だからそこまで警戒しなくても大丈夫かなって思うんですけど。はい、では早速いきたいと思います。はい、すみません。これは多分ワープだけかな、ギミックは。お、あの伝説の剣が、なんだろう、エクスカリバーかなんかあんのかなエクスカリバーあるならちょっと欲しいけど、それかなんだろう、マサムネとかなんだろう、ちょっと気になるけど。あ、もうボスだ。あ、早い。ちょっとこれは早いぞ。ちょっと待てや。ちょっと待てや。ちょっと、あの、私だけかな、このミミックさん、すごいんだね。これさ、夢に出てくるやつじゃない？これちょっと。ちょっと怖いんだけど。超絶怖いんですけど、これ。これさ、追っかけ、こんなんに追っかけられたら、たまったもんじゃない？やだ。え、これマジで夢出てきそうなんだけど。ちょっと。なに、怖い怖い怖い。やだ、なんかもう、よだれ垂らして。めっちゃ怖いよ。スプリーできるかな。あとゲージ、あと2個。ちょっときついかな。ダメだ、私この子めっちゃ怖い。ダメだ、なんか怖い、超絶怖いよ。みんなの位置が絶妙なんだけど、なんか友情コンビめっちゃしづらいとこにみんないるんだけど、どうしよう。ちょっとスキプリ厳しいかな。ちょっとどうだろう。消えてきた？なんつった？なんつった？怖いよ、もう。
めちゃめちゃ怖いんだけど。よし、あとボタン。そう、どうせならスピクリしたい、ちょっとどうせなら怖いわ、ちょっとめちゃくちゃ怖くなる。ちょっともうちょっと角度いった方が良かったね、今ね、ちょっとね。怖い怖い怖い、来んな、こっち来んな。こっち来んな。超怖いよ。よし、はい、スピクリはしょい。スピクリはしょいやぜ。まあ、うん、曲だからね。私最近その曲でね、そこまで踏ん張らなくていいっていうのをそろそろ分かってきた。うん、なんか前からね、なんか結構本気でやってたんだけど、みんなにね、そんな本気でなんなくても大丈夫だよみたいな言われて、あ、確かになと。はい、いやさ、これめっちゃ進化させたくない、私これめっちゃ怖い。はい、てなわけでミミックさん無事ゲットンしました。はい、てなわけでこちらミミックさんですね。進化するとなんかえげつない感じの夢に出てきそうなモンスターになるんですけど、ちょっと進化させたくないな私これ。アジンキラーパックンボックス、そう、あ、そう、怖いわ。とりあえず私この子進化はちょっと怖いわ、怖いわ。はい、てなわけでミークさんは無事ドンコンスピックリできました。まあ、曲なのでね、そこまで難しくはなかったと思います。アンチアップちょっとしておけば大丈夫かな、むしろしなくても平気だと思います。なのでね、うまくでクユバダさんとかでも全然大丈夫だと思われます、多分ね。はい、じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。ルルシュでした。じゃあまたね、バイバーイ。